聞きの皆さん、こんにちは。トイステージでーす。イエーイ。ファミリー向けエンターテインメントのポップスユニットがお届けしますトイステージラジオ、はい、今日も元気よく行きたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、さっき、こんにちはって言った時に、いつもより声が一人分多かったの、皆さんお気づきになりましたでしょうか。さあ、その声の正体は、かほでーす。そうなんです。広島のメンバーかほちゃんが、今週もですね、参加してくれます。先週に引き続き、でも今週は前編を通して登場してもらいますので、最後まで頑張ろうね。はい、頑張ります。はい、というわけで、今日のトイステージラジオ、お相手はともみとまゆとかほとかよです。よろしくお願いします。さあ、この今日は4人でワイ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 行ってみたいと思います。 OK、 はい、トイステージラジオスタートです。トイステージラジオ。私たちも元気をもらいながらね、行ってみたいと思いますが、はい、まゆちゃんの元気のもとって何ですか。ご飯。ご飯を食べること。食べること。はい。かほちゃんも食べるの好き。大好きです。食べるの好きって変な人。いや、でもかほちゃんさ、細いのにすごい食べるね。そうなのよ。そうなの。はい、ご飯おかわりします。いつもおかわりしちゃう。時々あのお腹空いた時には必ず、時々必ず。え、じゃあどんな食べ物が一番好きなの。うん、やっぱりお野菜が好きですね。あ、そっかそっか。かほちゃんのお家はお野菜いっぱい作ってるんだよね。美味しいものがたくさんあります。やっぱり新鮮だと味も全然違うよね。うん、しかもさ、やっぱり植えるところから一緒にやったりするんでしょ。はい、でそれをさ、育っていくのを見ながら、ちゃんと大きくなったやつを食べるっていうのがまだね、きっと美味しいよね。美味しい。お店で買うよりも、その中でも何が好きな？夏だったらゴーヤだったりとか、トマトだったりとか。トマト。はい、秋だったら人参とか大根とか、そういうのが美味しいです。逆に言ったら嫌いなお野菜とかってないの？ないです。さすが。すごい。すごいね、やっぱり子供たちはね、まあ子供っていうかもう中学生だけど、苦手なものって割と私たちちっちゃい時いっぱいあったからね。ありましたね。でも今は食べれるようになるね。そうだね、大人になるとね。でもやっぱり好き嫌いをなくすっていうのは、子供の時からそういうお野菜とか自分で育てるのっていいのかな。すごく有効な方法なんだしね。良さそう。だって自分でね、手間暇かけたら嫌いってならなそうやね。一番食べてるお野菜とかお料理とかって何？一番食べてるって言ったら、季節の食材を使ったカレーがよく食べます。なるほどね。じゃあ季節によって違うの、具材が。はい、違います。へえ、そうなんだ。じゃあ野菜たっぷりカレーいいね。うん、へえ、美味しそう。じゃあカレーがかおちゃんの体の中にいっぱい入ってそういうわけではない。じゃあ、まゆはじゃあ今までの人生の中で何を一番食べて、あれもちろん知ってるよ。白ご飯。そう、白ご飯。白ご飯と唐揚げっていうのは知ってます。唐揚げも知ってる。私人生の中でこれめっちゃ食べてるっていう食べ物って何？白ご飯と唐揚げ抜いてね。抜いたら私ね、椎茸。椎茸？椎茸。そんなに食べますか？椎茸めっちゃ好きやねん。めっちゃ好きやねん。ほんまに好きやねん。なんで2回言うた？3回言ったけど。3回言うた。ほんまに好きやねん。4回目。え、なんで？え、どういう風にして食べるの？椎茸。もう煮物にも入れるし、炒め物にも入れるし、もう毎日。毎日？毎日椎茸。で、お出汁とかってさ、カツオで出したり、煮干しで取ったり、昆布で取ったりとか、いろいろあると思うねんけど、お家によって。私はいつからか。いつからか椎茸。オンリー椎茸。椎茸派なんですよ。で、実家にいるときはその椎茸乾燥したやつあるやん、それを戻して出してたんやけど、ちょっと一人暮らしになるとそれはお高い感じになってきたので、スティックでね、椎茸出汁って売ってんねん。スティックで売ってるんですか？それね、見たことないのよ。まゆちゃんに紹介、ほら美味しいんだよこの出汁って言って。ないないない、関東の方の。あ、そう。え、知らない。なんかさ、昆布とかさ、煮干しとかってスティックとかで売ってるやん。顆粒状になってね。顆粒状になったやつ、あれを
私あのでもこっちで見たことがないから、その椎茸のスティックを、うんうん、だから実家からそれは送ってもらおうね。あ、そうなんだ。かほちゃん椎茸は好き？大好きです。あ、へぇー、椎茸ね、うん、まあ、まゆちゃんの色が黒いのはじゃあ、あの椎茸の色だった？そこいやいやいや食べ過ぎ。でもさ、私みかんとかすごい子供の頃大好きで、好き、すっごいいっぱい食べてたら、うん、本当に手のひらと足の裏が黄色くない？うん、ほんとほんと。でも言うよね、手の色変わるとか。そう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 、へえ、本当に。でもさ、手はほら剥くからさ、うん、ちょっとわかるけど、うん、足の裏ってなんで黄色くなるんですかね。ね、よくわかりませんが、不思議ですね、なんかね。じゃあ手のお姉さんやから食べようかな、いっぱい別に肌がそんなにしかも足の裏とか別に見えないし足の裏が黄色い、眉です。手のひらも足の裏も黄色い、眉お姉さんです。よろしくどうどうそれ。え、じゃあかよちゃんは？私はですね、これめっちゃ食べてますねんっていう、あのね、抹茶味が大好きで、抹茶味のお菓子とか抹茶味につながるもの多分ほとんど食べてるんじゃないかな。じゃあ抹茶味の何かが出たらチェックしちゃうとか。チェックしちゃいますね。最近食べたもので一番美味しかった抹茶味のものは？最近ってか一番好きなのが、うん、あのそこからスタートしたんですけど、うん、キャラメル味、キャラメルの抹茶味、うん、はい、それ珍しいね。キャラメルの抹茶、あんまり見たことない。なるほど、うん、へえ。それが、うん、あのそれまでは抹茶味あんまり好きじゃなかったんですけど、うんうんうん、それを食べた時にいや美味しくないって思って、美味しくない、美味しくないっていう方ね、ちょっと若かったんで、うんうん、その頃は、はいはい、それからちょっと抹茶味にハマりだして、いろんなケーキだとかスナックだとか、おせんべいとかもあるし。抹茶味のおせんべい。そうなんですよ、もう今何でも売ってるんで、はい、チェック、チョコレートとか。抹茶食べまくってる。食べまくってますね。そんなかよちゃんの体はお茶の葉っぱでできてます、うん、そうですね、まあ、ライム色だし。あ、それが染み出た上のトイステージの粉、染み出た衣装の色。でもだいぶ抹茶よりは明るい感じ。明るい、明るい。じゃあちょっと手見せてみて。あ、緑だ、緑だ。あ、違う違う違う、肌色ですよ。エイリアンじゃないですか。肌色でした。抹茶渋い、うん、そうなんだ、はい、抹茶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 、お茶も好きだし抹茶も好きだし。じゃあさ、ともみちゃんは？私はね、うん、絶対これだと思うんだけど、うん、何回か言ったことあると思うけど、うん、クラッカーです。クラッカー、笑うとこそこ聞いた聞いた。クラッカーって超美味しくない？かほちゃん、あんまり食べたことない。あ、食べたことない、はい、そうやな。でもそうそう食べへんよな。そうか、え、美味しいんだよ、ちょっと食べてみて。いろんなね、はい、メーカーさんのいろんなクラッカーがあって、私絶対キキクラッカーできると思うのよね、うんうん、これはこのメーカーさんとかっていろいろ言えると思うんだけど、うん、みんなさ割とチーズを乗せてとか、うん、いろいろ乗せたりとかする人もいるんだけど、私は本当にプレーンな味が大好きなの、うん、クラッカーってさ小麦粉でできてる、うん、そうだよ。あ、小麦粉か。え、うん、なんだと思った。いや、なんやろ小麦粉でございます。なので私の体は小麦粉でできてないよえ、そんなこんなでですね、早速今日のテーマに行ってみたいと思います、うん、はい、今日のテーマはかほちゃんに聞いてみたい。イエーイ。さあ、久しぶりに会ったかほちゃん、うん、ね、広島出身かほちゃんに、はい、いろんなことを根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。はい、はい、だってかほちゃん久しぶりだもん ね、 ね、はい、しばらく見ない間に、うん、すっかり大きくなってほんと、もうどんどんお姉さんになってくよね。今何歳やったっけ。13になりました。13ね、はい、なんかあの親戚のおばちゃんっていつも年聞かない？あ、聞く絶対めっちゃ大きくなったな、うん、でもね、最近その気持ち分かってきたの私。あ、なんか何回聞いてもね、人の年齢覚えられない本当にあ、それはおばちゃん、え、うん、おばちゃん通り越してるけどねそう、13歳、はい、なんだっけ、え、いつお誕生日、この間だったっけ。8月15日です、ね、15日だったんだよ ね、 8月ね、はい、そうそう、ティーネイジャーですよ。13歳からティーネイジャーですよね、はい、そうなの。そうだよ、だって12歳までは12でしょ。あ、で、はい、13歳から13、14、そうだからティーネイジャー。うん、へぇすごい。今時、今さ、今時13歳といえば、うん、どんな年ですか。中学校で、うん、もういろいろ忙しい年になります、1年生だもんね、はい、まだ中学校に入っ
って、うんうん、いろいろね、小学校とはまた全然違うでしょ。全然違いますね。いろいろ部活とかも忙しいし。おお、じゃあ部活聞いてみよう。ね、書道部です。お、書道部です。書道部、あれなんかカホちゃんのことだからダンス部、あ、ダンス部とかないのか。ダンス部はないんです。あ、はい、なんかでもスポーツ得意やからさ、ね、スポーツのクラブかと思った、うんうん、なんか字がちょっと癖があるので、うん、へちょっと綺麗になりたいなと思って書道部に入りました。へー、はい、書道部は何人ぐらいいるの？部員数は20人ぐらい。多いね。3学年で。はい。そうなんだ。書道部って私なかったのね。私の学校にもなかったですね、だからどんなことしてるの？英語とかやってたら面白いね書道で、書道で、新しいな字を書いて、うん、でそれで出して、うん、9とかだんだん上がっていくんですけど、それって筆？筆とあと鉛筆で硬筆で書くのも。鉛筆硬筆もあるんだ、はい、それって最初練習するときさ、なんか下に引いて写して。いや、引いたらいけないんです。あ、いけへん、はい、いけないでも私もちっちゃい頃やった気がします、それ写して。やったやんな。やりました、習字習いに行ったときに。なんかそれの通りにまずはなんかなぞらされて、いやでも高校生だからも、うん、あ、中学生じゃないよ、中学生突然年を取らせてしまいました。年忘れないでって言ったじゃん。何歳だっけ？13です。 あ、 13。あれ、デジャビュー、デジャビュー。あれ、あれ、私聞いてないよね早っそっか、楽しい、うん、書道部。楽しいです。へ、友達とも仲良く。へ、仲良しさんと一緒に入ったの？はい。あ、そうなんや。なんかさ、私覚えてんのが、筆でさ、うん、書くやん、なんか文字を、うん、それがすっごい上手くできた時に、うんうん、はい、もう何枚も書いて、うん、はい、これが一番よくできたってなって、うん、はい、でもなんか自分でさ、細い筆で今度横に自分の名前を書いて、はいはいはい、それをさ、おーみたいな。あります、あります、うんうん、そこで失敗したさ、失敗した時の、はい、わー、なんもショック。わかります、ショック。あります、あります、ある、そういうの、うんうん、なんかもうなんでここまでうまくいったのに自分の名前みたいな、うん、めっちゃ嫌な思い出、うん、な、嫌な思い出で今思い出した今思い出したわ。書き初めとかは私もやったけど、うんうん、中学校もまだあるっけ？うん、あんまりないですね。あんまり、あんまりない、うん、あんまりない、ちょっとあるそっか、うんうん、書き初めとか書いたね。やった、やりましたね。書いて、あの体育館に貼られる。あー、貼られる。で、上手な人には金色の紙があって、うん、ね、あ、うん、また電車が通った。チンチンチン、今度黄色い電車、ね、黄色い電車。あー、マヨネーさんの黄色、黄色さ、 さようならそう、というわけで相変わらずこのイベントの控室で、うん、収録していますので、ちょっとね、イベントの音なんかもかすかに聞こえてくるかもしれません。聞こえるね。今ちょっと、うん、なんか歌を歌ってらっしゃるね、ステージでは歌を歌ってらっしゃいますね、うんうん、はい、何何、あ、フラメンコだ。フラメンコ、フラメンコの音が聞こえてるんや。あ、ほんとだ。うん、トロロロラこら、いや、別にバカにしてないこら今のは完全にフラメンコとより阿波踊りでしたよ今ちょっとね、お見せできなくて残念本当にまゆちゃんはいつもこうイメージだけでやっちゃうからそれは置いといて、置いといて、部活ってさ、ほら先輩とかいるじゃない、まだほら1年生だから後輩はいないんだけど、先輩とかも仲いいの？よく一緒に喋ったりとか、一緒になんか字の見せ合いことかしたりしますね。やっぱり先輩は上手な？上手です。へぇ、上手です、上手ですすごい気合入ってたのよ。え、男の先輩もいる？はい、います。へぇ、すごいね、男の先輩が書道部ってなんかかっこよくない？かっこいい。なんか勝手になんかこう、あの和風なすごいシュッとした人を今思い浮かべてる。はいはい、そういうわけではない。はい、野球とかサッカーとかいろいろしてる人が忙しいので、うん、入ったりとか。あ、忙しい。あ、部活以外で野球とか他のチームに入ってやってる人たちが書道部に在籍して、はい、あ、そういう感じの活動もあるんだね、はい、なんかさ、服はさ、和装になったりはせえへんの、ね、いや、普通の制服格好からね、入る感じそう、格好から入りたいタイプ、うん、でも確かに上手くなりそうな感じはする袴とかね。そうですよ、なんかめっちゃ字書けそうな気するそっか、さすがにないね、中学生やもんね、うん、あのさ、はい、給食？はい、給食です。給食、はい、中学ってどうやったっけ？給食、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 え、牛乳は、うん、え、瓶？いや、瓶じゃ
ないし。そうだよね、はい、そうでした、さすがに三角でもないよね。三角でもないです、ないよね、はい、いや何が好きですか。ごめんね、子供っぽい質問給食の中ですか。じゃあ第3位、はい、何が好き。うーん、カレーが好きです。カレー、カレーよ。春夏秋冬ベジタブース、さっきのライブでも歌ってたからね。え、カレーですか。じゃあ第2位、小学校1年生の時に、うん、りっちゃんのサラダっていう物語を、うん、習ったんですけど、うん、そのりっちゃんのサラダっていうのが毎年出てますね。その実際に物語のサラダが給食として出るの。はい、出てます。すごく美味しいです。それ何が入ってんの。きゅうりとか。りんごじゃないし。あ、違う、りんごのりっちゃんきゅうりとか、うん、あとハムとか、うん、あとはカツオとか。カツオ節。カツオ節とか、はい、入ってますね。そうなん、何味なの。和風系、ね、ちょっと和風っぽい味がしますね、うん、へ、結構食べてる割に曖昧なコメントですけど大丈夫ですか。え、りっちゃんって人が考えたのそれって。はい、りっちゃんっていう子がなんか物語ではお母さんが病気だから、うん、あ、サラダを作ってあげ る, あげるんだ、うん、それが実際に給食に出て。すごいね、すごいね。その作家さんはゆかりがある人なのかな。ねえ、なんかそんなフューチャーされるのすごい。そうやんね、うん、ごめんね、突っ込んでこないそっかそっか、うんうん、いいね。今度さ、それ出たら、あ、学校では携帯とか撮れないもんね。あ、そっか。じゃあ今度イラストで描いてはい、絵は得意な。絵は微妙。あ、微妙です。微妙。大丈夫、ともみお姉さんも超微妙だからそれは知ってる。それでもちゃんとこんな大人になれるから大丈夫いやいやこんな大人になりたくないかも。ちょっと首かしげてます大丈夫。じゃあ第1位、栗ご飯が好きです。栗ご飯、はい、出るんだ。はい、出ます。この時期、うん、前に出ましたね。いいな、私も大好き。いいよね。いいですね、うん、これからの季節にね、ぴったりですよね、栗ご飯。ぴったり、ね、いいな。それは、あの、おかわりとかしちゃうの。おかわりはないんです。あ、ないの。全部継ぎ切っちゃうから。あ、もともと。でも私、栗ご飯めっちゃ好きやねんけど、うん、栗をちょっと横に避けといてご飯を食べちゃう。で、後から食べる。そう、栗は最後みたいな。だから結局あんまり栗ご飯ではないかも。なるほどねご飯と栗、お腹に入ったら一緒やろとか言ってんじゃん。ちゃんとお行儀よく食べましょうねはいでもそんな学校だったら、まえちゃん、おかわりできないから。ほんとだね、ショックだよね。おかわりって言えないの。じゃあ休みの人がいたらじゃんけんで、で半分こに分けたそこでさ、かほちゃんがじゃんけんに加わることはあんの。ないです。あ、ないか。はい、かほちゃんでもスリムだもんねもう前だったらものすごい気合で行くよ。もうあので、その気合に押されて、あ、いいや、やっぱ俺いいや、あの、ま、山本食べれば。あ、山本ってまえちゃんの名字なんですか意外と普通だったじゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、うん、運動会とかもう、はい、やった終わった、はい、終わりました。あれ、いつやるの。9月ぐらいにやりましたね。あ、はい、9月か。やっぱり秋なんだ、ね、秋やな、ね、へぇ、そっかそっか。なんか出た、リレーの選手とかだった。はい、クラスの選手として出ました、うんうん、対抗、クラス対抗リレーの選手になったの。はい、へぇ、すごい。え、クラスの女子の中で選ばれて出るってことだよね。女子と男子両方から、うん、一人ずつというか何人かが4人ぐらいとか出て。でもそういえばそうだったよ ね。私、カフちゃん、あれブログに書いてくれたよね。はい、そうよね、その様子ね、うん、はい、ぜひブログの方もこれを聞いてからチェック、うんうん、皆さんしてみてください、はい、ね、運動会か、懐かしいな。懐かしいな、ね、あとどんな競技競技、うんうん、一番楽しかったのが、うん、ダンス。ダンスがありましたね。ダンスの発表みたいな。それは女子、はい、女子でやりましたね、うん、へー、はい、みんながやるの、はい、学年で。学年で。ちなみに何の曲で踊ったんですか。最近すっごい人気の AKB とか、うんうん、へぇー、 I love you とか。I love you ではないんだではないんだ。ポニーテールエブリデイカチューシャっていうの。はい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 、あれね、はい、なんかそっかそっか、流行ってますよ、カチューシャーチュチュチュすみません皆さんイメージで歌って私でもあの歌すっごい私好きなの。なんかノリがいいよね、うん、いいよね、多分子供たち
ちもね好きだと思う。今の子供たちって AKB 大好きなの、うん、知ってる？大好きです。なんか、うんうん、かほちゃんたちよりずいぶん下の幼稚園生の子たちも大好きって言ってるよね、うんうん、そっか、ダンスもやって、うんはい、あとはなんか他の競技やった？あとはムカデ競争やりました、ね、ムカデ競争って久しぶりに聞いた、うん、どうやんのやつ？なんか板に、はいはいはい、みんな3人ぐらい乗って、うん、で、で、1、2、1、2って合わせて足を、あ、2枚の細い板みたいなやつや、はいはいはい、あー、腰とか持つ前の人の、肩、あ、肩を持って、肩を持ってそれとかでもいいんちゃう頭とかやるすごい背高かった、届かないですほんまよ。それ楽しそう。でも転んだりしない？そういうのって転ぶ人続出じゃない？うん、難しそう。結構難しかったですね。ね、面白いな。それってさ、練習とかある？練習は2回ぐらいしかしてないですね。へぇ、はい、みんな掛け声かけながらやるの、はい、一二一二って大声でいろんなところから聞こえました。そうなんだ。他になんかみんなでやるような競技は？団体戦みたいな騎馬戦とか。うんうんうん、あ、騎馬戦はないですね。ないんだ。あとは玉入れとか。玉入れもないです。ないか、違う、ないか。綱引きないですね。ないの？あんまり走るばっかりだったんで。あ、そうなんだ。何やろ他に。大玉転がし、転がし。すごい幼稚園生の時やったな、それ、うん、もうない。ないです。障害物競争やったはありましたね。パン食い競争。パンはない。借り物競争ないです。あんらまーなんてこったもう時代が変わったんですよ。ほんまや、ね、あんまり知ってるやつがないと。え、じゃあ、うん、じゃあちょっと文化祭のことも聞いてみようか。あ、聞いてみよう。文化祭、文化祭はほら一緒でしょう、時を超えても。そうよね。文化祭はまだ文化祭はまだです。あ、いつ頃、いつ頃？30日にありますね。今月の、はい、今月の。もう間もなくじゃん。はい。何するの、かほちゃん？書道部だから、なんか字を展示したりとか、あ、はいはい、とクラスで力を合わせて合唱コンクールっていうのがあ、へー、あ、その文化祭の中に合唱コンクールも、はい、あ、そうな、別々じゃないんだね。別々じゃない。え、何歌うの？ちょっとみんなにはわからないかなとか思うんだけど、夏の歌と、うんうん、あとコスモスっていう、うん、花じゃない。山口百恵さんの？違う、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 失笑。ダラララダラララダラララ。それコーラスで歌うの？ごめん、もう時代バレすぎやろ。え、コスモス。コスモス。え、花じゃどんな？花じゃなくてなんか宇宙をイメージした。ああ、なるほど。そっちのコスモスね。はい。やっぱり歌変わってるね。そうやな。私たちの時はさ、ともしびてに高くとか知らない？え、わからん。え、知らない。何それ？な、なんて歌い目ですか？掲げてみんなで、わかんない。忘れちゃった。あとは何？怪獣のバラード。あ、知ってます、知ってます、知ってます。ちゃん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 。あー、ちゃんちゃん。めっちゃ好きだ。かほちゃんがポカンとしてる。知らないです。知らない歌なんだよ。知らないです。じゃんじゃんふーみたいな感じですよね。じゃんじゃんじゃんふー。それはトイステージの、いや、トイステージのアイアイアイドルバージョンのことではなく、怪獣バラードも伴奏がそんな感じ。へぇー。さすがピアノのお姉さんだから。あれ、かゆちゃんはその時はピアノ弾いてたりしてたの？子供の時は弾いてました、合唱コンクール。やっぱりそうなんだ。合唱コンクールのピアニストやった。はい。へぇー。そっか。いろんなね、いい歌があったんだよ、昔も。ねぇ。じゃあ歌変わってるね。だいぶ変わってると思う。切手のない贈り物。知らないですよ。この間広島の時に歌った翼をくださいは知ってた？うん、知ってます。あ、それは知ってます。だって合唱コンクールでめっちゃ歌われてたで、うん、歌ってた、歌ってた。翼をください、あと気球に乗ってどこまでもとか、うん、あー、イエス、はい、知らないです。じゃあさ、合唱コンクールとかがあった時に、はい、ある時の定番っていうか、はい、うんうん、あ、絶対これとこれとこれは歌われるかなみたいな。最近、うん、君を乗せて、君を乗せて、結構あります、ね、ビリーブとかは、ビリーブとかも、はい、そうだよね、よくありますね。へー、君を乗せては、でも、君を乗せては、うちらの時も、だからもう、でも、この歌をもし、難しそうだよね。そうね。そうなんだ、やっぱ時代が、ね、でもあの曲はもう世代を超えて、まあそうね、うちらの時も、今の子供たちも、すごいね。そっか。
そっか。え、他には文化祭って言ったら他にはいろんなクラスごとに何かやったりもする？クラスごとというか部活でなんかステージ上がって、うん、なんか披露するみたいなのがあるんですけど、それは何が披露したりするの？国際理解部っていうのがやるんです。国際理解部、国際理解部、はい、インターナショナルだねえ、それはどんなことやるの？国際理解部っていうのはなんか、うん、英語とか、はいはい、そういうのをなんかいろいろ展示したりとかもあるんですけど、うん、そういうのを歌に合わせて発表したりとか、うん、すごい面白そう。歌に合わせんの？はい、すごいな。すごいですね。なんかスピークスだったと思った。アメリカの首都はとか。え、そっち？そっち違う。なんか昔あの歴史覚えるのにやった時は。やりましたね。あった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 、うん、そういうのじゃなくて。そうか、すごいですな。え、私がさ、うん、あの文化祭とか行ったらさ、お化け屋敷とか、あー、そうなんだ、いやなんか、だってもうちょっと今回の文化祭はちょっと静かな、うん、あ、ちょっと本当に、はい、本当にあの、文化、はい、文化って感じが。え、じゃあさ、食べ物、食文化は？食文化はないですよ。あ、ないな。中学校の時は家庭科部とかある？家庭科部ありますね。はい、家庭科部はなんかお料理出してたりしない？お料理というか服とか。あ、そっちもね、はい、なるほどね。そっか、じゃあ結構この文化のね、深めようみたいな、はい、そういうことなんですね。演劇部とかってあったりする？ないです、演劇部は。演劇部あったら入りたかったでしょうか、ほーちゃん。はい、入りたかったです。作ればいいのに。いや、作っちゃいなよ。作っちゃいなよわーとか言っちゃった私もすぐ乗ってくれる。そういうところは大好き、まゆちゃん。よかったよかったないんだ、はい、残念だね。演劇部とかすごい楽しそうだった、うん、私。え、でも、あ、高校か、ともみちゃんは。私は高校でミュージカル部だったけど。あ、そうね、そうね。そうなるんですか。そう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 、そうなのよ。作っちゃいなよ。言作っちゃいなよ。そうだよ、ね、よし。じゃあ文化祭は、まあ、これから、うん、来週ってことか、30日ね、はい、来週、うん、来週。この放送日は11月の7日ということで、うん、はい、かほちゃんの文化祭が終わった次の週ぐらいだね、うん、あ、はい、なので、ちょっとじゃあ文化祭の写真ももしかしたら文化祭の様子もブログにアップしてくれてるかもしれないね、その前にね。でも学校で撮ったりできる？うん、難しいですね、あの、そのレポート、はい、部署だけでも、あ、はい、そうね、うんうん、こんなんやったとか、はい、楽しかったよ、うんうん、みたいな、あ、いいね、頑張りましたみたいな、あ、絵で描いてください。わかりやすい。イラストレーションでお願いします、はい、じゃあ書道部の字も。あ、そうだ、書道部の、それ見たい、ね、それをじゃあ写メして、ね、うん、はい、うん、じゃあその作品は持って帰れるのか、多分持って帰れると思います。じゃあ楽しみにしてます。やったー、はい、はい、というわけで今日のテーマはかほちゃんに聞いてみたいということでお届けしてきましたが、かほちゃんどうだった？すっごく楽しかったです。すごく楽しかった、はい、じゃあこれでラジオの楽しさに目覚めたかほちゃん、また参加してくれるかな。いいとも。なんか違う番組ですね。あれれれれ。でも本当にまた広島に来ることがあったり、うん、あとはいろいろ自分のおしゃべりしたいことを録音して送ってくれてもいいしね、うん、はい、で、かほちゃんの元気な声もっともっと聞きたいっていう皆さんも多分たくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひまた参加してください。はい、はいはい、皆さん最後まで今日もお付き合いくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのともみとまゆとかほとかよでした。どうもありがとう。